ねえちょっと知ってる、ここだけの話特別教えるわ、知りたくもないけど集まる情報を鵜呑みにしちゃってないかい、いろんな人がいてさ、あだこだ言うこと聞いちゃう人の常、トレンドや噂に流されすぎては自分が見えなくなっちゃう、そう悩んだり迷って私なりにやってきた、でも人から学ぶことができれば、選べばいい、そう恋や友情や進路やエトセトラ、結果ビビっちゃって